どうも、ワドツです。今日は2019年1月の16日水曜日、時間は、朝の10時8分です。セゴロ3に、第1試合でボクシングルールで出場します。今日はね、ロードワーク毎日日課でやってるんですけれども、ロードワーク5キロ走ってます。昨日のタイムが32分でした。今日はね、神田川沿いのルートを走ろうと思ってます。皆さんよろしくお願いします。5分から走り始めようと思ってるんで、もしタイムキーパーやってくれる人いたら、1分経過したごとに1分経過、2分経過って皆さん書いてください。頑張って走ります。今日はね、32分のタイム縮めます。神男さんおはようございます。よろしくお願いします。もしね、時間があってタイムキープやってくれるリスナーさんいるとありがたいんで、タイムキーパーよろしくお願いします。よし、頑張りましょう。激烈ブルインさんの。ういっすー、ブリーンいらっしゃい。よろしくー。本2つの若い簡単譜。お、タイムキーパー頼むね。今日5分から走り始めるから、6分で1分、2分、3分って書いていって。もうよろしく。今日じゃあ、もう。まあみんなやってくれるとね、別に時間は被っても構わないから。ボンだけじゃなくて、みんな書いてほしいですね。1分経過だよってみんなで書いて、2分経過だよとか、頑張れとか。本2つの若い簡単譜。そう。分刻みだね。だから今さ、放送時間何分？放送時間ってどこに書いてあるんだ？あれどこに書いてあるんだろう？あ、今2分でしょ？だから6分になったら1分経過。7分になったら2分経過って5分引く感じね。わかるもん。で、今日は神田川沿い走りましょう。ちょっとね、障害物が多いからね、ちょっとどっちがタイム速くなるのかわかんないですけど、頑張ります。1分ごとにね、教えてくれたら全然それで役に立つんで助かります。1週間に1回メンテナンスなんだね、ツイキャスは。ひろまるさんおはようございます。走ってるときはね、コメント拾うことはできないんだけど、ちょっとみんなのねコメントはちゃんと読んでるんで、頑張れとか読んでるんで、リスナーさん同士でねこう会話したり盛り上がってくれたら嬉しいですね。コメントは拾えないですけど、よっしゃ、あと1分。本2つの若い簡単さん、了解です。だから子さんのね人がこう、子さんじゃない人とコミュニケーション取ってくれたりすると助かりますね。で、みんなでタイムキープやって、お先輩リスナーが、この人こういう人だよとか、大茶爆ありがとう。おはようございます。ステゴロ 1.2 あ、ありがとう、原始人さん。ありがとうございます。今日はロードワーク10日目ですね。じゃあ今日のタイム頑張って、記録更新できるように頑張ります。ここのコースは高低差はそんなにないから、障害物だけちょっと多いかな。それだけネックですね。よし、30秒後に走り始めます。ボン、タイムキープよろしくね。タイムキーパー頼んだよ。他の人もね、ボンと一緒に1分経過とか書いてください。それじゃあ行きます。10秒前。Thank you.
号です。
Thank you.
信号です。あれ？あった。ハーフです。2.5 キロ。遅いな、今日。ハーフです。呼吸整えます。はい、じゃあ。門2つの赤い缶タンク、3:18経過。神男さん、18分経過。今日長く感じる。なんだろう。Thank you.
やばいな、なんだろう。23分経過。
はい、なんだろう、今日。はぁ、あ。お様がありがとう。二つの赤い簡単さん、25分経過。髪男さん、25分経過。なんだ今日すげえ遠く感じる。本2つの赤い簡単譜さん29分経過。髪男さん29分経過。まあ遠い今日。
赤い簡単部さん30分経過上井子さん30分経過600m。
単譜3、35分経過、神男さん35分経過。気合い。門2つの赤い看板符3、36分経過、神男さん36分経過。37分経過。ひどい今日。ありがとうみんな。お疲れ様です。ありがとうございます。神男さん、37分経過。今日ひどい。37分。なんだ今日。今日ひどいね。ありがとう。もうありがとう。今日ひどいな。ちょっとこれはないな。すっげえ遠く感じた。今日。5キロがめちゃめちゃ遠かったな。なんだろう。心折れかけたよ本当に。ありがとうございます皆さん、タイム測っていただいて、神男さんとボンさんありがとう。お疲れ様です。いやーよかった、すごいよかった。今日調子よかったね。もうね、俺がポンコツだったね今日ね。俺がポンコツでボンは今日はよかったね。ありがとう。今日ひどいなちょっと。2つの赤い簡単風。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。あとあれ、お茶バッグはソソかな、ソソかな。ソソありがとうね。ソソありがとう。今日はちょっとこれひどいな。ゼロさんもお茶ありがとうね。ひろまるさんもお茶ありがとう。あーひどい今日は。ちょっとこんなにタイム落ちるか。高低差ないから。でもね、歩道橋の、鉄の枠すり抜けないといけないのが多くて、それがなんかね、あと目標物がなくて、その走ってる、ここ何分で走るみたいな目標物がなくて、ちょっと無限にずっとループで走ってる感じがすげえ長く感じたかな。いつもだったら駅が何分とか、だいたいこれくらいで折り返すとこれくらいっていう感覚があるんだけど、ちょっと今日は走りづらかったですね。体調が悪いからなのか。タイムひどい。なんだろうな。
5キロを37分って時速何キロぐらいなんだろう。本2つの赤い簡単譜3、初めて走った場所とかもあると思うの。そうだね、ちょっとやりづらかったかな。その坂道とかじゃなかったから、坂道とか下り坂の感じとかアップダウンはないから、その辺走りやすいかなと思ったら逆に走りづらくて、体調悪いのかなんだろう。まあちょっと情けないかな、これは。そう、自分的にはないかな。すっごいやりづらかった今日。今までずっとタイム上がってたのにね、ちょっと悔しいな。何なんだろう。ポカリ飲もう。リスナーさん支給のポカリいただきます。悔しい、めちゃくちゃ悔しいな。ただいまです。30分切りたいって言ってんのに7分オーバーはちょっとまずいよ。最高2日前の30分。あれなんだろうこれ、ちょっと時速計算してみるわ。ちょっと Google Earth とかで距離測ってみる。おかしい、なんか地図、ちょっと待って、なんかね、すげえ遠く感じたんだよね。折り返しこんなかみたいな。ちょっと待って、俺の家が羽衣遊園どこだ。神田川羽衣遊園、自宅でしょ。神男さん、信号待ちもあったし多少なりとも。いやーなんだろうね、いやちょっとね、なんか本当にね、あれっていうぐらい近かったんだよね。こんなに変わるみたいな。ちょっとこれはね、ちょっとチェックしたいですね。おかしい。ここだね、ここから、ちょっと待ってね、あれ、何だったんだろう、あれ、なんかね、6キロぐらい走ってる感覚だったね、感覚的な。ここから、ここだよな。ちょっと待ってね、ここスタートで、あれどうやってやるんだろう、スタートポイントってどうやってやるんだろう。ここに杭打ちたいのにな。あれ、Google マップ地図、ここスタートのここから、あれ使い方が分かんねえな。ここにピンを、あれ Google マップの使い方が、どうやってやんだ、使い方が分かんねえな。交通機関、マイプレイス、マイプレイス、あれ Google マップの使い方が分かんない。
マイプレイス。あれ？あれ、ちょっと待ってね。なんか俺が頭バカになってるわ、今。ごめんね。Google マップ。何だったんだ。ちびひめさん、おはようございます。おはようございます。神男さん、ポカリスエット飲もう。ポカリスエット飲もうね。ちょっと待ってね。こっから、ここから、羽衣遊園から、いや、なんかね、めちゃくちゃ遠く感じたんだよね。羽衣遊園から、これどうやってやるんだろう？保存かな？このスター付きの場所。羽衣遊園から、これどうやってやるんだ？何々から何々っていうのが出てこないな。これどうやってやるんだろう、マップ。使い方がなんか変わってるな、Google マップ。羽衣遊園から、ルートか。ルート。羽衣遊園から。ちょっと待ってね。なんかね、めちゃくちゃ遠かったんだよ、今日。本当に。ちょっと待って、ね、Google で計算してみるわ。なんでこんな遠かったんだろう。今日はひどかったね。どこまで行ったっけ。東中野の交差点で、だよね。これで何キロ？これで21キロだから。違う。これで何キロ？これで2キロ。あー、でも、それくらいか。合ってるわ。合ってる。2.5 キロジャストだ。なんでこんな遅いんだ、今日。合ってる。2.5 キロぴったりだわ。あ、ぴったり。ぴったりだったわ。なんだ、これ。普段のルートがこっちでしょ？ぴったり合ってるわ。激烈ブルインさん、お疲れ様でした。お疲れ様。2.5 キロ。ちょっと待って、いつものルートが短いのかな。じゃあちょっといつものルート。もう2つの赤い簡単譜さん、体調とかは？体調はちょっと悪いかなって、さ、これ走って思ったわ。不安になる、なったもん。これで何キロ？あ、いや、普段の方が、やっぱ普段の方が 2.8 キロでしょ？うん、普段の方があれだな。ちょっと待ってね。いや、おかしい、なんか、これ。ここまで走ってるよね。いや、普段と変わんない距離だわ、やっぱり。全く変わらない。なんで？うわ、超なんか意味がわかんない。なんでなんだろう。なんだこれ。なんでだろう。
いや、やっぱね、普段と同じ距離走ってるわ。むしろ平坦なぐらいだから、なんだろう。ごめんなさい、なんか、全然、あれだわ。普通に37分で走ってるわ。普通に今日劇的に遅いだけだわ。ちょっとポカリ持ってくるわ。なんだこれ。へこむわ、なんか。なんだこれ。むかつくわ。激烈ブルイン3人体の不思議。激烈ブルイン3あと2分。なんかさ、タイムを縮めるのちょっと楽しみにしてたから、いや、そうなんだよね。ゲームとかだとさ、ステータスが上がってステータス下がることってゲームではないじゃん。でもさ、人間の体ってさ、なんか、その、まあ、長い目で見たらステータス上がってくんだけどさ、なんかさ、その日の体調によってなんか劇的にダメだったり、劇的に良かったりするじゃん。なんかへこむよね、なんかね。なんなら今日さ、ピッチ上げ目で行ったの、ちょっと。30分切ろうと思って。おかしい。ちょっとこれは、なんか悔しいね。ピッチ上げ目で行ったのに。へこむわ。じゃあ皆さんありがとうございました。ちょっとシャワー浴びて休憩します。まあ、頑張るんで応援よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。みんなタイムキーパーありがとう。お疲れ。